それではこのお時間から毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日韓コムカップ7日間のロングランレースで行われておりますが、はい、本日予選2日目を迎えました。はい、さあ橋さん、ちょっと昨日の振り返りをしたいと思いますけれども、はい、まあ、初日なんですけれども逃げが7本、うん、ただ12レース中10万周も飛び出すレースも、あ、10万周はびっくりしました ね横田選手が2コース直まくりを決めてね、はい、本人もね、うん、びっくりしました。あ、そうなんですね。たまたまと思いますけどって言ってなかった、はい、なんかニコニコしました、ね、やったぞという顔しましたけどね。よかったですよね。はい、はい、そして昨日連勝スタートとなりましたのが、はい、まずは1人目北川俊宏選手、ベテランね、はい、うまく刺してと逃げてとはい、いいレースをされましたね。でね、はい、本人聞いたらね、うん、整備をして出足換気が良くなってますよと言ってましたんでね、コメントがもうにっくりでしたね。はい、よかったです、はい、さあそしてもう一人なんですけれども、坂本博人選手。坂本選手はね、はい、枠が悪い中での連勝ですからね、うん、やっぱりいいモーターを生かしてね、はい、いいレースをしてましたね。なるほど、はい、今日も注目ですね。そうですね。はい、そして昨日行われた八勝地ドリームなんですけれども、はい、1号艇の下條選手はスタートバチッと決めてね、もう圧勝でしたね。もう上がりタイムもね1分48秒8、はい、一番抜け、うん、ただね、昨日の下條選手は実はねバタバタしてたんです。あ、そうなんですか。足合わせ出る回数は一番多かったと思います、うん、そうなんですね。聞いたら、いや、良くないんですよ。 あれあれ出足関係はね、はい、いいと、ただまっすぐ伸びが来ないんでね、ちょっとそこを求めていろいろ調整やってたって言ってましたね、はい、まあ悪くはないんですけど、うん、やっぱり求めてるところを考えればね、もう少し欲しいなとは言ってましたけどね。じゃあもう少し本人も上積みを、出足がいいんでね、うん、もう少し直線系が来ればっていうところでしょうね。なるほど、はい、はい、ということで本日2日目も第12レースカステラドリームが行われますので、ぜひ皆様最終レースまでお楽しみください、はい、それでは本日もですね、長谷記者には注目レーサーを挙げていただいておりますので、はい、そちらのレースからご覧くださいはい、ということで長谷さん、今日の注目レーサーなんですけども、今日は杉山正樹選手です挙げていただきましたさあ、そして注目ポイントなんですけれども、出足、周り足は問題なし。おお、素晴らしい。ね、杉山選手のモーターはね、はい、2年代率は 24% しかありません、うん、はい、これはね、多分知らない人が見たらね、うん、あ、悪いモーターなだろうなとは思うと思うんですけど、ぱっと見ですね、これはね、前節もね、うん、市川選手が出てましたしね、素性としてはいいんです、はい、杉山選手聞いても、うん、出足、回り足はいいですよって言ってましたね。はい、まっすぐはね、やっぱりね、うん、いい人がまあ何人かいるようですけど、まあ、出足、回り足がいいならね、うん、彼らしいレースが、思い切ったレースがね、はい、できると思うんですけどね。はい、ということで、本日の8レースを挙げていただきました。まず前半出しました、まあ、後半もあるんですけどね、はい、うん、ここはね、8レース、はい、まあ、A1 が杉山選手ただ1人、はい、そして A2 が新井選手、はい、新井選手初日ドリーム乗ってましたね、はい、昨日は1着2着と好発進してます。ここはでもね、マッチレースなのかなと思うんですよね。でも進入もね、はい、まあ、安田選手が出てないんで、はい、ちょっとどうかなと思うのと、まあ、6号艇久保田選手もね、ちょっと1個でもうち欲しいとは思うんですけど、うん、そんなね、無理ゴリ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 ってタイプじゃなかったんでね、はい、じゃあちょっと進入は一応枠なり想定しました、うん、はい、そして、まあ、モーターでは2号艇杉山選手、うん、はい、あと新井選手大手のね、うん、が2強です、はい、というのがね、うん、村上選手もこれ 41% の、ね、モーターでね、はい、これは素性いいと思ってたんですけど、うん、どうですか。全然いいエンジンの感じがありません、コメントがなんかもうペラもペラが合ってないんだと思いますと言ってました。そして、はい、3号艇横川選手も、うん、前節渡辺和元選手フライング来たけどすごい出てたんですよね。そうなんですよ、ね、でもなんか全然出てます。あれ、結構感触が前金から来ない場合はね、いや、よくないんですよって言ってましたけど、昨日レースした、はい、成績もね、6-6ですからね、はい、まあ、見てるとちょっとまあ全体的に物足りないのかな。そして安田選手もね、はい、これひどいですよコメントがひどいですよ、前金日からひどいですよ、これちょっと本当ひどいですよって言ってました、はい、久保田選手はまあ昨日陰線で負けて4着だったんですけどね、はい、前金と比べたら良くなってて、まあ、いいとは言えないけど普通くらいだなというコメントでした。なるほど、それ考えればやっぱもう2番と5番のマッチレースなのかな。なるほど、で実はそこでね、うん、あと3番って誰にしようかと思ったのが、うん、けど、あ、すみません、さっき間違えたことがあった。何ですか。 A2 横川選手もいました。あ、横川選手も A2 です。はい、杉山選手は A1 一人で、はい、横川選手と新井選手が A2 でしたね。失礼しました。はい、失礼いたしました。なおかつ横川選手は、うん、A1 勝負がけでコンセプト来てるんです。はい、大事な、昨日6-6で負けたんでね、はい、ここエンジン出てなくてもなんとか杉山選手についていって、うん、
粘りたいなと思ったんですよ。なるほど。ですので、まあ、杉山選手がもう軸もう硬いと思って頭で、はい、うん、新井選手と横川選手の A2 選手で2、うん、3着ぐらいですよ、はい、本戦の紙は2から253、235、はい、ということで A 級の印を、はいはい、開けていただいておりますけども、さあ気になるのはさあそれでもう抑えでね、横川選手の先ほど出てないって言うんでね、はい、じゃあちょっとまあ6番と、うん、まあ、インコースにいる村上選手も絡めて、あ、なるほど、3着に絡めてみようかなというので、はい、256と251ですね、はい、でまあ、出てないといっても、まあ、新井選手が失敗した場合は、うん、236、231っていうのも、でも本戦自分の中でも253、235の2点と思ってるんですよ。決まってるんですね。そこが厚め、ただあくまでも抑えですよね。抑えでちょっと薄めに、そう、薄く薄く、まあ、あのなんていうんですか、もう私が2点でね出してもね、うん、いやいやそうじゃないいやいやいや自信持てよもっと俺って思うんですけどね、うん、はい、でもこれちょっと、はい、本戦と抑えということで、うん、ですね、はい、わ、はい、かりました。ということで本日の長谷さんの注目レーサーなんですが、第8レースに登場いたします杉山正樹選手を挙げていただきました、はい、ぜひ皆様予想の参考にされてください、はい、お願いします。はい、さあ長谷さん続いてのコーナーに参りたいと思います、はい、せーの、困った時の長谷田のみ。さあ今節も始まりました長谷田のみ、ということで今日はどのレースを挙げていただいたんでしょうか。悩みますよね今日悩んだ結果このレースに、はい、はい、じゃあその気になる長谷田の実のフリップをご覧いただきましょう。ありがとうございます、はい、さあさあ今日は困った時の長谷田の実、なんと12です。おお、カッセラドリームあげた。あ、また杉山選手ですね。いらっしゃいますね、1号艇に。まあ普通に考えたら杉山選手、はい、朝の2号艇でね、はい、今日1号艇でね、高枠艇でね、うん、まあ、連勝を狙うというところなんですよね。おお、でまあここは西島選手が2号艇、はい、西島さんがもしね枠が悪かったら前月ですけど、うん、まあ2コースなら、まあ、もちろん、うん、ひょっとしたらインを奪う可能性もあるけど、まあ、2コースほぼ2コースじゃないのかな。ほぼ2コースから、はい、ただ西島選手もね2号艇でイン奪ったこともありますからね、うん、そうなんです。杉山選手はまあそんなね、まあ、気を抜いちゃダメですけどね、はい、まあ、でも普通に考えれば枠なりの3対3のかな、はいはい、まず新入賞は枠なりということで、はい、杉山選手今季の一般戦でのイン1着率はね 83% もあります。高いですね。高いですよね、はい、ということで、まあ、すんなり本命なんですね、うん、ただちょっと僕なんかでちょっと G 争いが混戦なのかな。なるほど。普通ならですね、うん、普通なら1から2、3っていきますよね、うん、普通ならですね。でも私なんか2と3が無印なんですよね。そうなんですよ。なぜでしょうか。なぜかというと、はい、気配がいいのは4号で坂本選手なんですね、はい、行き足がいいんですね、はい、西島選手昨日はインから逃げました、はい、リング4本交換がありました、ね、ただ本人ご本人は伸びがないと、うん、ああ大事な、でこれ多分整備室も騒音が変わらないと、うん、おそらく原因はボートじゃないのかなと。なるほど、西島さんが言ったんですね。西島選手のボート 17% のボート、確かにね、はい、最近はもうボートの良し悪しって影響するんですね。で西島さんは、うん、チルとレードもちょっと乗ってみようかなと言われたんですよね。でも、まあ、レードだと、うん、周り足とか出足とかに影響出てくるんじゃないのかな、伸びを求めた分とかちょっと思ったんですね。そうですよね。それとあとね、はい、3号で山口裕二選手は、はい、前傾から良くないと言ってました。なるほど。で昨日の陰線も、うん、S で後手を踏んでね、坂本選手にまくられたんですよね、はい、でペラもね、なんか面白いのが回ってたり、うん、回ってなかったりどっちも症状が出ててちょっと分かんないんですよ。難しいんですね。回ってないって分かれば調整できるし、はい、うん、回りすぎて分かれば調整できるけど、はい、両方ともの要素が入ってるんですよ。そういう時ってね、本当に、まあ、僕乗ってないのか分かんないんですけ ど、ね、そういうことで言われてました、うん、じゃあ坂本選手が気配がいい、はい、S する行き足がいいんですよね。なるほど。でこういうこと考えば4カードから攻めていってくれたら、うん、5と6にも出番があるのかな。特に原豊人選手に僕印回したかったのは、うん、はい、昨日5着2着ですね、はい、後半は5コースから追い上げていいレースをして2着に入りました。素晴らしかったですね、前半レースよりも気配は上向いてました、うん、まあ、前節が上野慎之介選手はこう優勝戦乗ったものだったんですよね、はい、回り足感っていいんじゃないのかな。なるほど。彼はちょっと F 持ちっていうことはあるけど、うん、彼も今ね、大村入るまでが 6.22、はい、A1 勝負であるんですよね、はい、大事ないい外枠の時になんとか稼いでおきたいというのがあるのかな、うん、坂本選手が行ってくれたら外にも出番があると思ったので、うん、収集回しました。この5番と6番にもでも
1の相手は4番が有力と思います、はい、杉山選手が、ねうんまあ、自在にいけると、はい、4が攻めていってくれたら5と6だけど、うんはい、4が攻められなかったら2も3も来るってことで、うん、ちょっとスイム戦フォーカス多いんですけど、はい、もう1から4絡みということはまず解明ですね、うん、はい、わかりました。ということで本戦のフォーカスはこのように挙げていただいておりますが、はい、さあ狙い目なんですね。坂本選手逆転、逆転、まあスタート次第ではまくりもあるし、はいうん、まあ杉山選手を先に回してのまくり差し、その時にはもう2と3をね、うん、潰してると思ってるので、なるほど、5番と6番を加えてみて4の頭から1、はい、5、6で2、3着と、うん、凝りませんね、外枠ですなんて本当凝りませんね、いやいやいや、外枠をこの、ね、カラフルなこの黄色と緑を入れていただくのが長谷さんなので、いやもうすいません、私もね持ってるペンもね、うん、持ってるペンも青と緑とかしかないんですよね。この間ちょっとピンクを使ってみたりね、してたんですけども、好きなんですすいませんもう、もう好きなカラーがそれで、でも穴を狙うのはそういうとこなんですよね、うん、そうですよね、まあ、長谷頼みといえば狙い目の方なので、まず4番の頭からドゥフということで1番5番6番の2、3着付けを、いや坂本選手これモーター76号機でも 46% あるしね、うんはい、伸びることはないけど出足行き足あの辺はいいと思いますんでね、うん、なるほど、スタート次第ではちょっと面白いかなと思ってね、はい、坂本選手ちょっと期待しましょう。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ということで本日の困った時の長谷田奈美なんですけれども、本日メインレース第12レースのカステラドリームを挙げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされて最終レース頼む、最終最後の最後で、はい、頼むので 1,2,3 とか 1,3 で来ないで来ないで、はい、私もすごくもう祈りながら見たいと思います、はい、今日の第12レースですね。はい、わかりました、ありがとうございます。ということで本日の毎日展望お付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。